テナガザルは霊長目、テナガザル科に属するサルの総称。名前の通り、全種の長さが特徴的である。インド東端を西元、中国最南端を北元とし、バングラデシミャンマーインドシナ半島を経て、マレー半島からスマトラ島、ジャワ島西部、ボルネオ島に至る地域。千年ほど前には、郊外北にも生息していたことが中国の文献に記載されている。 原生ヒトジョウカの中では小型で、尻ダコを持つ。体の大きさ及び、剣士の性差は小さい。前肢は、甲肢の1.7倍ほど長い。テナガザルカは、ヒトジョウカに属しているが、同じくヒトジョウカに属するヒトカから分岐したのは2000万年から1600万年前と言われている。以前は、構成種べてが、テナガザル属ハイラベイツに分類され、一方で、 テナガザル族とフクロテナガザル族シンファランガスの2族に区別する説もあった。2001年にテナガザル族に含まれていた4ア族を独立族とする説が提唱された。以下の分類和名、英名は主に日本モンキーセンター霊長類和名、編纂ワーキンググループに従う。東南アジア地域では熱帯雨林、アジア本土では 半落妖精モンスーン林に生息している。ほとんどの種では、東道町45から65センチメートル、体重5.5から6.7キログラムだが、袋手長猿は、東道町75から90センチメートル、体重約10.5キログラム。樹上生活者であり、長い腕で枝渡りをして、林間を移動して生活する。一夫一妻まで、 子供を含めた4頭程度の群れを形成している。母親は普通にから3年ごとに1頭の子供を産む。生後6年目ぐらいに生成塾8年目までには社会的にも成熟し、それまでに群れを出ていっていなければ家族集団からの離脱が父親によって促される。テナガザルは歌を歌うことで知られている。主にカップルのオスとメスが交互に叫び合いながら、 複雑なフレーズを取り混ぜたデュエットを行うのである。頻度は1日2回から5日で1回ととねや社会的状況によっても異なる。縄張りの教会で集団が出会った時などは1回の平均継続時間が35分と非常に激しくなる。この歌は家族間の絆を深めたり他の群れに対して縄張りを主張したりすることに役立っていると考えられる。 この歌い方は、種によってそれぞれ特色があるため、歌を聞き分けることにより、種の判別が可能である。1809年に、大阪道頓堀で見せ物になっていたテナガザルのスケッチ。その形状猿の王なるものにて免定、毛色とも大道小位なり、面色グロック毛色ネズミ色に茶を帯織とある。在留のオランダ人が言うには、ジャワ国に賛するものであったという。 テナガザルの生活域である熱帯雨林は伐採により減少しており生活環境が脅かされている。またペットとしての捕獲もその生存を圧迫してきた。テナガザルの飼育の歴史は長く古くは古代中国の王公が飼育していた記録がある。水墨画にもよく描かれ特に水面の月を救う衣装が有名である。ありがとうございます。